こんにちは、アルです。さあ今日はこちらの依頼について調べていきましょう。じゃじゃん、キリサメマリサさん、ありがとうございます。アルさん、クレーターのところで1ステージ、クリアしたら当たり目が目玉焼きを食べているらしいです。はい、目玉焼き知っていたりやっていたりしたらすいません。採用お願いします。いつも楽しく見させてもらっています。これからも応援しています。過去ちなみに好きな人から聞いた小ネタ。ウェイウェイ。これバラちゃんじゃないの？ウェイウェイ。バラしていこうぜ、バラしていこうぜ。ちょっと見に行こう。くれたね。あー、ここに目玉焼きあるね。ほんとだ。え、これをじいちゃんが食べる？これを、すごいね。あ、でも最初からやらんといけんのか。なるほど。オッケー。アカウント新規作成の術。館長でいいか。さあ、アカウント新規作成しましたので、ちょっとじいちゃんとこ行ってみようかな。じいちゃーん！はい、じゃあこれですね。今、新しいところなんですけど、この目玉焼き2つと、シチューかな？これなんだろう？カレーか。カレー。あ、奥にもあるね。見て見て。奥に、鮭と、目玉焼きか。この辺がなくなるんかな？よし、ちょっと、じゃあ1ステージクリアしてみようか。ちょっとこれ覚えとってね。めちゃめちゃ食うじゃん、卵じいちゃん。いいの？ちょっと見に行ってみようか。あのキャンプを。あるな。ありますね。奥のやつもあるね。あるよ。ちょっと他のステージもクリアしてみよっか。じいちゃん、目玉焼きを食べてくれ。食べてくれ。ありますね。食べろー。いやー、じいちゃん。おー、なかなか食べませんね。もう次の4クリアしたら終わっ、いや、タコワサ倒さには終わらんのか。カード拾った。でんでんでででん。さあ、4ステージクリアしました。で、あそこのコアをおじゃけに食べさせたらイベントがあってじいちゃんはいなくなっちゃうんで、ちょっと戻ってみましょうか。これがラストチャンスだぞ、じいちゃん。食べるなら今だぞ、じいちゃん。いやね、じいちゃん、さっきも食べたじゃない。あるねー、あるねー。勝ったということは、これはですね、いいこと思いつきましたよ。キリサメマリサさん、これさ、好きな人に教えてもらったって言ってたじゃん。ってことは、R さんに調べてもらって、食べてなかったよっていう風に伝えたら、必然的に告白になるっていうのはどう？ね、この動画見てよ。目玉焼き食べてなかったよって言って、で、それ見よったら、好きな人から教えてもらったネタ？トゥンク。トゥンクにしよう、これ。よし。オッケー。じゃあまあ、これ、そういうことにしとこう。ね。他に条件あるんかな？ケバインク全部消失とか？なんか隠しネジを全部開けるとかそういうのがあるんかもしれんね。でもとりあえずステージ1をクリアしただけじゃ食べんかったけ、その好きな人に教えて、遠回しにね、あ、自分のこと好きなんだってことを伝えよう。報告待ってるぜ。 OK。 ちなみにクリアしたこの本赤でやっても食べてはないよな。これ他になんか食べたよっていう人がいたら、条件とかあったら教えてくださいね。オッケー！じゃあね。じゃあね、じゃねえや。次行ってみよう。
じゃじゃん、カイさん、ありがとうございます。アルさん、面白い小ネタを見つけました。かっこ面白くなかったらごめんなさい。いいんだよ。面白いよ。見てないけど。面白いよ、絶対。イカロールをした後、すぐにローラーで縦振りしながら横に動きます。すると、てんてんてん。採用してくれると嬉しいです。やっていたり知っていたりしたらすみません。これからも頑張ってください。ありがとうございます。なんだろう。クラゲ多いな。そう、今ね、ちょっとロビーがね、メンテナンス中で追い出されるんで、試し打ちはできるね。これで、イカロールした後すぐにか。イカロールした後すぐに縦振りで横に動くと。あ、なるほど、わかったぞ。なんか、片足でスライドしてない？多分こういうことだね。スイーン。スイーン。これバリアブルローラーだったら、バリア棒だったら、通常の縦振りでもこうやって、トトッ、あれ？あら？こうね、トトトトって歩くもんね。だけど、イカロール、あ、待って、かわいい、これ。イカロール、待って。イカロール縦振り、トトトト。イカロールで着地寸前に、ほら。イカロール、着地寸前、縦振り、横歩き。ちょ。あ、でもこれはスライド専門だね。ダイナモはダイナモ。イカロール、着地寸、なぁ、なにイカロール、着地寸、にぃ重い。にぃあれか。普通に。普通の縦振りでもダイナモは横にスライドするね。イカロール。イカロール。イカロール。カーボンはちょっとなりそうにないな。はや。はい。ちょっと待って、スプラローラーが一番分かりやすいかもね、やっぱり。ひょん。しまい。スライドする。多分そういうことだね。キュイーン。キュイーン。ほい。ほい。いや。これ、インクがないとこでもできるかね。シュイーン。あ、できる。なるほど。これはちょっと面白いぞ。ほら。めちゃくちゃ滑ってる。壁でイカロール。ね、壁イカロール。壁イカロール飛びつき張り。あ、待てよ。空中。あ、空中じゃ意味ないか。空中じゃ意味ないな。これバリアブルは歩くんだね。トトトト。てて。待って、坂でやったのめっちゃ可愛い。していくよ。シュッ。ちょ。あ、後ろ向けそんなだな。お前向きで。あんなちょこちょこせんよね。普通縦振り。あ、ちょっとしょんじゃ。かわいい。ちょ。これは面白いぞ。かわいい。バリアブルローラーで坂で、坂で普通の縦振りでいいんか。おもろ。ちょこっていうのが可愛いね。オーケー。面白かったよ。ありがとう。じゃじゃん。
バリアブルローラーの神さん、ありがとうございます。アルさん、アルさん、調査してほしいことがあります。ヒーローモードの夜間にジャンプした時に出るジャンプマーカーには何て書いてあるんでしょうか。調査お願いします。最近コメントしてなくてすいません。改めて20万人おめでとうございます。ありがとうございます。20万人突破いたしました。というわけで、これスーパージャンプした時に矢印がほら出てるんですよね。あれをちょっと何て書いてあるか見てみましょう。通常だったら名前が出るんですよね。同じ場所に飛べば見えるはず。あ、待って、もう一回。ない？なさそう。無記名です。で、ちなみにね、こういう風に飛ぶと、あれ書いてない。これあれだ。見れねえんだ。ちょっと飛んでみましょう。あ、リス中で見れたね、今。団長って出ておったの見えた？ほら、R 団長って、これ、プレイヤー名が出てますね。ちなみに、ビーコンに、あ、ビーコンは出ないんだ。ほら、これだと、ある団長って見えたね。オッケー。デコイチラシも面白いよ。さあ、散らしてみましょう。デコイチラシ。ほら、全部、団長。ボボボボボボボン。オッケー。っていう感じですね。オッケー。ヒロは、爆風でも傷つけない。やっていきましょう。だんだん難しくなってきてますよ。ここクリアしたね。次、2-8。くるくるのビールキャンプ場。塗ってピロピロ。戻ってピロピロ。行ってみましょう。さあ来ましたよ。やっていこうぜ。この企画はですね、ブラスターを使ってノーダメ&敵にダメージを与えないという縛りでやっております。足元ダメージもダメなので、嫌な感じですよ。踏んだら嫌な感じですよ。ただ、こう、ほら、もうね、だいぶ、3の、ういーあう3のヒーローモードからやってるんで、もう慣れたもんなんですよ。ね。今のはちょっと油断しただけ。ピロピロが戻ることを忘れていただけ。そしたら後ろにタコがいただけ。そういうこと。もうね、余裕なんですから。結構、スピーディーに行くのが重要ですね。ほら、こうして、あ、やばい、これはちょっとやばいかもしれないけど、ここで潜伏を入れます。そうすると、ね、あれ？これさ、ここからいけるんじゃない？ほら。あ、いけねえや。いや、こう、あ、いける。おぉ、裏ルート開拓。ちょ、あらら、あいつやべ。よし。足元ダメージ。で、ここ来て、ね、こっちで一旦お茶を濁しておいて、で、爆発くんがおるんだね。あいつどうする？あいつ気づいてもらおう。あ、いや、スプリンクラーオッケー。よし。スプリンクラーオッケーなんで、よし。オッケー。で、こうやっていこう。よーし、いいじゃん。かつてない。で、チェックポイント、今踏みましたね。そしたら死んでも、ゲームオーバーになっても、こっからやり直しができます。あれ？あいつらは、どうすんだったっけ？これ、尊い犠牲よね、確か。誰か一人を倒さないといけない。君に決めた。なんか端っこだったし。オッケー。あれはね、倒さんといけれんかったはず。でけ、しょうがない。ああいう尊い犠牲のもと、ヒーローは、成り立ってます。ほら、あいつも、だってもう、やられるために生まれてきたようなもんだから。うわ一矢報いようとしてきた。あいつ、くっそ、危ねえ。何が一矢報いるだよ。オッケー。順調、これ、チェックポイント。よし。セーフ。いい打点。当たんねえ。うわ、痛い。くそ、当たったな。
ここってどうすんだ。まずカーリングを投げておくか。多分こうしてカーリングを、あ、タコが死んだ。むずいな、ここ。ブラスターの爆風で先に木箱を壊しておき、ダメージ、うわ、痛え。あれもダメージ受けるんです。知らんかった。はい、戻ってきましたよ。で、これいいこと思いついた。向こう側に一回ゴムを投げたらいいんじゃないの。どこ行く、一緒に行こうよ。戻ってこないで、あっち投げる。で、戻る戻る戻る。ほら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 、食らってなかったよね、タコ食らってなかったよね。オッケーオッケー。で、マッシャーが来てるが、マッシャーいいか。あー、危ねえ。マッシャー危ねえな。でだよ。こっから、イダテン。よし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 。濡れていることにより、オッケーオッケーオッケー。移動速度が上がり、僕は生きてます。はい。はい。はい。ここは、躊躇してしまった。今ちょっと迷いが出たね。ジャンプにね。ジャンプに迷いが出ると、ああいう感じで、ダメなので。よしよしよし、ここ余裕です。オッケー。イエース、飛ぼうぜ。長いんだね。本当に。あ、最終チェックポイント。オッケー。どういうところだっけ？ナイスナイスナイス。後ろから狙撃スナイプ。前からも、どうして？あんなところにいるんだ。はーい。ウエース。あ、ここ、網なのに落ちれない。ウエース。待てよ、あれ、一回潜伏で、やらんとダメだね。よし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 、来た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 。で、そうだよね、ここだよね。これ、どうしたっけ？スプリンクラー壊していいんだよ。壊していいけ。スプリンクラー。でもスプリンクラー壊したら、あいつが死ぬのか。でもこの下ら辺に当てれば、こっちに当てればいいのか？ああ、多分倒さずにいけるね。スプリンクラーだけを倒して、やべ、見つかった。大丈夫、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 大丈夫。あぶねえ。やめろよ。スプリンクラーだけを壊して、で、スプリンクラーはこの、見て、側面に当てる。側面に当てて、ちょっと、ほらほらほら。タコ傷ついてない。これぞ。よし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 、誰も傷ついていないぞ。あと、ここは撃たんに行けんけど、これはしょうがない。これはしょうがないよ。ああ、帰っちゃうんだ。待ってよ。どうするか。でも、あそこに乗れれば、これで。あれ、もう、あぐわ。まずスプリンクラーは絶対に壊さないとやっていけませんね。よーし。で、あそこも行きましょうね。うわー。よーし。で、あ、来た。やばい、これ、当たる。
あのマッシャーは当たる。タックンマッシャー当たる。で、ここら辺ちょっと塗っておいて、来た。あれに乗れればよしとしよう。ちょっと待ってよ。この辺ちょっと後ろからも来てる。後ろからもなんで気づいてんだ。処刑めくってやる。オッケー。後ろのやつ気づくんだこれで。ないでほしい。なんだ誰が気づいた。チャリンが来い。とりあえずスプリンクラー壊しておいて、タックンのマッシャーあれは来るよ。ほら君やべえから、戻っちゃうんだよな。あ、タック君巻き込まれて死んだかな。しょうがない、尊い犠牲だったね、タック君は。いや戻っちゃうな。一回これで撃たせておいての、来ねえな。来ねえのよね。ちょうど一句当たるんだよね。来たけど乗れない。あ、死んだ。ちょっと待って、これむずいよ。もうスプリンクラー、これ、あいつがなんか死にそう。まずスプリンクラーを壊し、あーでもあれで食らってんのか。2発撃って乗れ。うわーくそー、もうダメだろこれ。塗られとるのはちょっときついよな。あー戻っていっちゃうね。でタックンのマッシャーがこれ当たるんだよ。タックンマッシャーだけ。タックンは尊い犠牲となったのだ。待てよ、ここで俺がこうする、塗る、いけー、よっしゃー。タックンはだってピロピロだもん。言ったよね、今言ったよね。タックンピロピロだったもんね。俺じゃないよね。俺じゃないということにしておいてくれ。タックンやめなさいって言ったのに。
あれだけいつもやめなさいって言ったのに、前に出てきてピロピロに巻き込まれて死んだ。たっくんの犠牲のもとクリアすることができました。ありがとう。こんにちは、サブアルです。新しいロゴです。うふふ。じゃあドキドキ靴占いしていきましょう。あ、今日も変わってますね。今日はオレンジと黄色なので、いい感じです。レッシー派以外はアチャモの唐揚げ食うなよ。アチャモの唐揚げはかわいそうで食べれませんね。そうだ、投稿しよう。じゃん。我々は宇宙飛行士だ。そりゃ地球人じゃ。オッケー。オッケー、じゃあ最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルではですね、こんな感じで皆様のコメントをもとに動画を作っております。だいたい毎日ね、夕方の5時ぐらいに上がるんで、チャンネル登録をしてお待ちください。すいません。じゃあね、バイバーイ。チャタン。